小学生の頃から機械物は好きで、よく家にあったラジオバラしてそのまま戻んなくなって怒られたりとか、自分が手を加えて変わってくっていうのはすごい面白くて、好きなものに関してちょっとこだわりが強いのかもしれないですね。やはりウォークマンっていうとちっちゃい軽い電池持つっていうのが当たり前のところなんですけど、普通は使わないでっかい部品とかを無理やり入れて音がどんどん変わってくのは面白くて、まだまだいけるだろうって思ってて、それはまあ誰からも頼まれたわけじゃなくて、で自分も欲しかったし、こんだけやるとこんだけ良くなるよっていうのを、まあ、周りの人にも分かってほしくて、作ってはいろんな人に聞いてもらってました。周りのキャビの材質を変えることで抵抗値であるとか重さで音が変わってくることが分かってたんで、やっぱり純度をどんどん上げていくとですね、音は澄んでいく。抵抗値がとても低い、比重がとても重い無酸素銅を使っちゃえばどうだろうっていうことで作ってもらって、すごく良かったと。高域がすごい伸びて綺麗になるということと、低域のズシンという深みのある音が出る。基板とキャビががっちりくっつかなきゃいけない。接触抵抗が一番低いのは金なんですね。結果最高級のウォークマンに対して金色っていうのは良かったのかなと。今回もイズマスター HX と同じ名称なんですが、本当に今まで望まれていたヘッドホン出力の大幅なアップっていうのをバランス出力で実現できたことと、 DSD 方式のネイティブ再生が可能になったっていうことは非常に大きい。アンプの根元からあのヘッドホンのギリギリのところまで金箔ケーブルで繋いだらどうなるだろう。外部からのノイズを遮断する繊細さとかが非常に出る。持ち歩けるギリギリのところでできるだけいい音ってのをやっぱり作っていきたいし、自分は使いたいですね。今できるベストっていうところを持ってきたかったし、ウォークマンとしての使命なのかなって。